どうも皆さんこんにちは、かなちゃん TV 火曜日の番組はもっと知りたいです。司会のアホマイルド坂本です。本日はですね、こちら県立フラワーセンター大船植物園にやってまいりました。今日は何でもここで松ぼっくりを使ったミニクリスマスツリーを教えていただけるということなので、早速行ってみたいと思います。フラワーセンターの富田さんと山本さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。クリスマスツリーを飾りたいけれども場所がないという方におすすめなのはこちらの松ぼっくりのミニツリーです。こんな可愛いクリスマスツリーがテーブルにあったらパーティーも盛り上がります、ね、いやそりゃ盛り上がりますよ。ではまず材料の方よろしくお願いいたします。はい、材料はこちらになります、はい、まず松ぼっくりです、ね、はい、その台にあのペットボトルの蓋、マスキングテープ、キラキラグッズ、キラキラグッズ100円ショップに行けば、はい、手に入ると思いますので。そうなんですね、はい、あと両面テープ、糊、爪楊枝をちょっと作業用に使います。あ、わかりました、はい、では続いてなんですが作り方よろしくお願いします。はい、はい、まずは松ぼっくりですね、はい、あのできるだけ形の良いものを手に入れてください。拾えない方はですね、あの100円ショップですとか、はい、ガーデニンググッズのお店で手に入りますので、はい、あとあのこの大船植物園ではですね、はい、凝ってるものは拾っていくっていうことになってますので、怒ったらラッキー、はい、手に入れていいの。そうですね、あの風が吹いた次の日にぜひ来ていただければ拾えるかもしれません。これない場合は、はい、ごめんなさいということ。なるほど、落ちるまで揺するってことですか。ちょっとご遠慮。それは良くないよということです。気がかわいそうですから。はい、すいません。わかりました。はい。はい、ではね、あのペットボトルの蓋をまず用意しますね。はい、マスキングテープで、うん、くるっと巻くだけで大丈夫なの、うん、下は見えないので、はい、あの横だけ巻いていただければ大丈夫かとは思いますけど、ね。はい。さあ続いては。はい。これをですね、松ぼっくりにくっつけるために、両面テープを使います。うん、へっこんだ方にくっつけますので、はい、そこのへりに少しだけですね、こうかけて、これも一周巻いてください。くるっと一周。くるっと巻くと。はい。両面テープなので、はい、くっつくように白い保護部分を取って、ちょっとベタベタを出してください。はい、そうしたらですね、ちょっとだけこう中に気持ち、はい、外に反り返らないように少し入れていく。入れていただいて、あとは、はい、こうギュッと押さえるだけでくっつきます、下に置いてみてちゃんと立つかどうかだけ一応確認してください。大丈夫ですね、はい、あ、立ちますね。大丈夫、はい、はい、これでもう松ぼっくりの土台が出来上がりました。もう木ですね、はい、松ぼっくりじゃなくてそれでもうあとはあのこういう可愛いあの、はい、グッズを好きなようにあのこういう風に飾り付けていただくだけなので、つける時には、スティックのりがやりやすいと思います。あと、はい、爪楊枝であのこのキラキラグッズを持って、はい、糊をつけて、ちょんちょんちょんと乗っけていけば、こうね、すごいできると思います。ちょっとやってみてください、はい。皆さん完成でーすコンセプトはお菓子の家です。あ、はい、美味しそうですね。モールがすごいですね。そうですね、ちょっと流れ欲しい。はい、最後にですね、フラワーセンターからのお知らせをお願いいたします。はい、11月末から12月中頃にあの見頃を迎える植物をご紹介します。まずはサザンカですね、はい、フラワーセンターには11種類くらい、そんなにあるんですか。サザンカありまして、この時期白やピンク色の花を咲かせます。あとですね、珍しい花としては冬桜というものがありまして、冬桜、秋が深まるとあの花を咲かせて12月いっぱいぐらい楽しめる、ちょっと珍しい、へ、長い期間楽しめる桜なんですね、はい、あとですね、モミジの紅葉がありまして、はい、大船ではですね、あの12月にあの紅葉のピークを迎えます。ちょっと遅れてるんですね、はい、あ、そうですね、うん、なるほど、はい、ぜひフラワーセンターにお越しください。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、本日はですね、松ぼっくりのミニツリー作りをご紹介いたしました。富田さん、山本さん、ありがとうございました。ということで、皆さん、かなちゃん TV にチャンネル登録を、また来週。